こんにちは、ラウドストームのマッツです。よろしくお願いします。で、僕は和歌山でラウドストームという男3人のトリオをやってましてですね、3人にこだわって日々ライブをやってます。で、音楽性としてはそうですね、ライオットとかそういうのが好きな方はきっと気に入っていただけるんじゃないかなと思っております。で、僕自身は、すみません、申し遅れました、ボーカルとギターです。ボーカルとギターをやってまして、そうですね、ゲイリー・ムーアとか大好きなんですよ。だからゲイリー・ムーアとか好きな人が聴いてもきっと楽しんでいただけるかと思います。で、今結局どんな音楽やねんっていう話になると思うんですけど、実は今度じゃん、こういう CD を発売することになりました。ドーン、はい、 CD が出ます。もうね、丹精を込めて作りました。で、こちらの CD なんですが、今年2016年2月24日についに発売になります。ありがとうございますですね。タイトルはメタルデスマッチ、どちらも男臭い感じで攻めてみました。メタルデスマッチです。で、こちらのラウドストームのもういろんな思いを込めたですね、曲5曲入りで税込み2160円となっております。ぜひ聴いていただきたいです。で、こちらですね、もうすでに予約の方を受付してまして、 HMV オンラインの方でお買い求めいただけます。で、こちらお買い求めいただければ、ステッカーとかついてきますので、ぜひご注文いただければと思います。そしてですね、なんとね、 HMV オンラインでご購入の皆様にだけちょっと特典をつけたいと思います。いろいろ考えたんですけど、そうですね、僕の生写真とかどうですか？いらないですか？いる。でもね、つけようと思います。いるっていう皆さんの心の声が聞こえたらつけます。サインは？あ、ではサイン、サインはそうですね、せっかくなんで写真は僕なんですけど、サインはラウドストームの他2人、ベースのブライアン、ドラムのチョコ、この2人のサインもつけて、3名のサインをつけた生写真をお付けしようと思います。ぜひお買い求めください。絶対捨てないでくださいね。で、このメタルデスマッチ、もう一度言います、2月24日発売なんで、ぜひよろしくお願いします。そして最後にもう一個だけ告知させてください。実はラウドストームなんですけども、普段和歌山、関西ですね、中心に活動させていただいてるんですが、この CD の発売に合わせてですね、なんと3月に初めて東京でライブをさせていただきます。はい、場所はですね、まず日時、3月20日、はい、祝日です。吉祥寺クレッシェンドの方で出演いたします。ぜひですね、この CD を聴いて曲も事前に予習していただいて、当日は拳を振り上げるなり、重低音ストンピング攻撃をしていただくなりでですね、一緒に盛り上げていただければと思いますので、よろしくお願いします。以上、ラウドストームの松でした。ありがとうございました。ドスコーイ。